さて、ヘビーレイン、心のきしむときやっていきましょう。最後の試練からですね。いやー、どうなるんでしょうかね。ちょっとですね、しばらく収録期間が空きました。で、操作を忘れております。収録期間空いてる間何をしていたかというと、モンハンをしていたので、ちょっとモンハンの操作で動かそうとすると動かない。どうやったっけな、あ、なるほどなるほど、R2 で前に歩くやつされた。ほんで、これで。いやー、確か、マディソンが、あれですね、真犯人のお母さんのとこ行って、もう真犯人突き止めたんですけどね。E さんはまだ全然わからない。とにかく、もう、ショーンを救いたい一心で、犯人の言う通りに、こんなわけのわからないとこまで来ました。もう大概のことさせられてますからね。自分の指切らされてるわ。人殺させられかけて、まあ、ちょっと自重しましたけど。人、ほんまに殺すストーリーの分岐もあるんでしょうね。私が自分の意思でやめましたからね、あれは。なんか薬品置いてあるし。なんや、これは。終わらそうか。探索してもしゃあないな。とりあえずここにあるもんから行こうか。 The last trial. The last question. やっぱりな。 Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this vial. It will kill you in exactly 60 minutes. そうだよね、絶対死ねって言うと思ったわ。 If you drink it, you will get the last letters of the address.will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the vial or decide to leave. The choice is yours. いや、これは考えさせられますね。でも、ちょっと私、まあ、子供がいないので、その、完全に、ね、彼の気持ちにはなれないんですが、まあ、例えば、まあね、恋人とか家族とか大事な人がこういう状況になったとしてですよ。その、これを飲めば、ね、自分は死ぬけども、その、助けられて、ね、別れ際の挨拶も、挨拶というかね、まあ、なんかできると、そう言われてですよ。まあ、それの、確信があれば、ちょっと検討しますけど、まず、それがほんまかどうかもわからないでしょう。ここに来て裏切られたら死に損じゃないですか。で、いや、確かに、その、大事な人のために命を捧げるというのは、その、状況によってはね、あり得ると思うんですけど、基本的に自分の命って自分のもんでしょう。思いません。その、自分の命、なんていうのかな。自分の、めっちゃ、のがき垂れてますけども。いや、死ぬのがね、その怖いとかそういうことではなくてですよ、その、犬死になるのがちょっと馬鹿らしいじゃないですか。だからやっぱり自分の命って自分のために使うべきだと思うんですよね。だからここで薬飲んで死ぬっていう選択をする人っていうのは、その自分の人生ちゃんと生きてないような気が私にはするんですけど、どうでしょうか。そうではないんでしょうか。私が利己主義なんでしょうか、それは。でもやっぱ自分の人生があってこそのね、その大事な人じゃないですか。自分死んでしまって、ね、大事もクソもないじゃないですか。ちょっと、飲む気なくて、これ下押したらもう飲んじゃうんかな。ちょっと飲むふりとかできる。飲まない、飲むふり。飲まないよね。飲まないよね、下押すだけでは。飲んだらあかんね、まだ。ちょっと手に取ってみよう。うん。ちょっとやめよう。マディソンが、だって、もう真犯人突き止めてんの、もう、操作してる私知ってますからね。マディソンと一緒に頑張ったら、探せるんじゃないかな。いや、どうやろうな。いや、め
ちゃくちゃ自分にとって大事な人がいて、いや、うん、だからその確証があったらこれ飲むかもしれない本当にめっちゃ考えてますよ私。うん、確証がないんですよね。でだからそのあれですよ、誘拐犯に警察にね言ったらその殺すぞみたいなのと一緒でしょ。別に警察結局連絡するじゃないですか。警察に連絡しようがしまいが別にそんな大して変わらないから。いやいやどう、まあこれ、まあ、ゲームなんでね、そのエンディングに関わってくるでしょうね。これはショーンが死ぬエンディングは見たくないしな。多分そのいろいろパターンあるんだと思うんですけど、いや分かんないですけど、これを飲めばショーンは助けてね、イーさんが死ぬエンディングでしょう多分。どちらも生きててほしい。指まで切ったんやから、指まで切って、しかも人を殺してたら犯罪者になっちゃうけど、殺してもいないしね。ショーンさえ助ければまたやっていけるじゃないか。飲まない、いやちょっとどうしよう、助けて決めれないです。うん、いやでも、うん、分かった。これ自分が可愛いとかじゃない、これを飲むのはやっぱ自分の人生を大事にしてないから、大事な人を助けてもね、その大事な人を大事にできないというふうに私は結論づけました。だから飲まない。またまあ揺さぶってくるな。ちょっと待って。そう思いませんか。いや、その自分が可愛いというのはもちろんありますけど、ありますけど、それだけじゃないんですよね。その大事な人を大事にするためにも、自分が自分を大事にするって大事じゃないですか。もう何言ってるのか分からなくなってきたけど。ね、いや、目の前に例えばね、なんか殺人鬼みたいなのが来て、その自分が犠牲になって確実に逃がせられるみたいなのだったら、自分が犠牲おとりになって逃がすとか、そういうことは場合によってあるでしょうけどね。この状況は、いや、やっぱり飲まない。私は飲まないです。これはマディソンと協力して探そう。こんなやつの言いなりになってはいかん。ん？あ、すぐ押さないと立ち去らないか。立ち去る。I'll find you, Sean. I'll figure out a way and I'll come and get you, son. そうや。それが正しい、生きる者の責任よね。そう、と思います。ね、死を選んでそんな何を助けれるのかっていう。いやー、この分岐どうなんねやろな。もうだって手がかりこれで最後の試練やったものは途絶えた。どうする。多少のね、あるんですよ。失敗したのは最初の車で逆走のやつ失敗しましたね。あれと人殺せなかったのと、今回自分も死ねなかった。それ以外はクリアしてますんで、ある程度の文字は出てるんですが、一番最初の試練の失敗したのが痛いな。それ FBI 何とかしてくれ。そんな E さん疑ってる場合じゃないよね。えお願いや、助けて。そのね、正しい行いをしようと思って FBI になったんやろ。
助け立ってくれ。We've only got a few more hours left to save Sean Mars. そう、助け立って。There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles. マディソンがここに来て教える。All packed up and ready to go?What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. 実はイーザンが犯人やともう確定し、The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. そう、証拠ないよ。Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off.Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole! I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. もうお前しかおらん、お前しかおらんねん。お前しかおらんのに発作か。The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what.渡り入れた。It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. なんか分からんけど、この AR のこのツールの代償なんだよね。やるしかない。手がかりをもう一回さ、皿を。もうこうなってきたらあれかな。私はある程度想像ついてるんで、それでいったらいいのか、順番に見ていったらいいのか、分析していくか、もう一回全てを。特に何も出てこない。アリーはレコードモードで私が戦っていたキラー。もしかしたら何かあるブルーラグーンであれやな、プレイ、映ってる、映ってないやん。分析するけど、あ、どっか止めて分析とかしたらいいんかな。もう一回プレイし直すか。なんかヒントあるか。ないよね。お？なんか適当に止めて分析したら結構来たぞ。The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. 犯人のまさかの警官というね。もうこれでも私の推理はほぼ合ったような気がするぞ。こんなところで止めても何もないか。何もないとこは何もないやな。もうちょっと前に、もう物もないか。もうそうないな。ああもうよかったよかった。
な。そんぐらいやろな。なるほどなるほど。他に何か。で、タイヤのトラックを調べたよね。ブルーラグのビデオ今見たよね。折り紙フィギュアはもうこれ見ても何もないだろうな。一応分析する。特に何も出ない。ランのこれはあれかな。花粉ね。わからん。特に別に何が出るわけでもないな。Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. まさかの、まさかの。ブレイクを操作する。ブレイク、私の予想では違うので、これ外しましょう。操作続ける。分析しよう。何も出ない。そんだけか。あと何を。ファイル。ビクティムと何があんねん。殺害の手口、ちょっとこっちから分析しようか。The killer is white, age between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car.He's probably employed, but his work allows him free time. さあ、まあ30から45歳、だいぶ幅広いですけど、まあいわゆる中年という世代の人、白人で、冷静で、車を持っていて自由な時間が取れる職業で、ってことはあのね、本職の警官だとそれはね無理でしょう。ということは。多分元警官ですよね。元警官で30から45歳の中年で車持ってて時間に融通の利く仕事をしている人を目から血出てきた。お前大丈夫かとなると、多分もう皆さんも、まあ、ここまでもしねちゃんときちっと見ていただいてたら気づくとは思うんですが、ちょっとお前大丈夫か目大丈夫か。There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. ちょっと困ったな。もう一回見直しても何もないか。ジオプロファイルとやらをしてもわからない。何も見えてこない。え、殺害の手口のジオプロファイルはない、ないか。分析はさっきした。もういい。The killer is white, age between 30 and 45.どうしたら気づくやろうな。Organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. そうなんだよね。開ける。マディソンと接触させたいな。ちょっと目から血出て、そろそろやばい、これ。閉じたらやばいんじゃないかな。マップ
プを分析とかしない。しない。もう、まあ、それしかないな。これ閉じたら終わりかな。これもう一回分析しっかりしてみる。もうないと思うけどな、これ以上何も。プレイして。ここで止めると、時計や、まあ、時計がなくなったところで一回止める。時計見えへんところ。ここで何か分析したら何か出ないかな。あ、もう出えへんか。じゃあもう、時計だけやな。じゃあもう何もないわ。終了してちょっとマディソンと会おう。とりあえずやばい。あ、諦めるだと。続けてこれあれか、もう手がかり犯人見つけへんかったらもう終わりか。だってもう無理じゃない。ブルーラグーンのビデオ。これしかないもんな。ちょっと。これだよ。そう、見えじゃないな。そういうオチか。やばいやばいやばい。ちょっとそういうエンディングは嫌や。マジか。ちょっとそれはお前しかおらへんのに。頼りはやめるべきやったか。マジか。マジで言ってる？マジで言ってる？いや。シェルビー、スコット・シェルビーですよね。スコット・シェルビーとザ・ダ・セリさあ、いやちょっとね、FBI の捜査官をおそらく殺してしまったことがもうちょっとショックで、もう謎のシーンはどうでもいいんですけど、誰が得するシーンでしょうか、これ。もうさすがに分かってますよね、犯人は。ね、ということですよ。終焉に向かってますけど。操作する感じ。まあこれ救えなかったことを追体験させるわけやな。普通に考えたらパパのとこ行くよね。パパどこにいんの？なんかトレーラーで住んでた。どこ行ったらいいか分からへん。パピー、ダディ、ジョンが
Junk, I'm not. Dad, it's Junk! He fell into a pond! He's coming! Get out of here, you little pet! Leave me alone! Come, Dad! Come on, John's gonna die! John's gonna die! Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away! Please, Dad! I'm begging you! John's gonna die! John's gonna die, Dad! What did I tell ya? Scrap! こんなひどい父親がほんまにいるんでしょうかね。でもいるんやろうな。I tried, John. I really tried, but he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Don't forget about this guy.スコットね、出ましたね、スコット。はい、そういうことですよ。ね、スコットは自分で殺しておいて、あんなしらじらしくね、探してるふりしてたんですよね。ですね。まあこれで犯人が今確定しました。それがトラウマで、なんでしょうね、人の善意とかなんかそういうものを試してたんでしょうかね。彼は何をしたかったんでしょうかね。証拠を今隠滅してる。なんか証拠を回収しに行ってて、要はそのそういうことね。いろいろいいことしてるふりしてな。このあのタイプライターのこと最初なんか触れてたでしょ。あの瞬間にこいつは思いました、私は。思ったんですけどね。まあちょっとあまりに序盤だったんで黙ってたんですけど。ダダ星人の子供をこいつ殺しとるんですよね。殺しとんのにそいつとね、なんかさっきの謎のラブシーンを演じ、まあ、そんな心の闇を抱えてるんですね。それは大概のことやと思いますけどね。ちっちゃい時に目の前でもし兄弟があんなんで亡くなったりしたら。せやけどだからってここまでなるかっていうのは、やっぱちょっとこいつの最後な、ね、才能が発揮されたんでしょうね。もうジェイデンを殺したんがほんまに悔やまれる。生きててほしい、ジェイデン。泣いているんだろうか。こんなことしたくなかったんですか、本当は。そう、マディソンもうお前しかおらへん。頼むわ、頼むで。FBI がいなくなってしまうだからな。俺のせいで死んでしまうだ、FBI。
ただ戦って勝てるのかっていう話だよね。武器とか持ってきたんか。普通に知らんぷりしていったらなんとかなる。さ、閉まっとるわな。まさかのそんなピッキングの技術を持ってる。むずいな。何を指したいんかいまいち分からへん。もう次はね、これいい角度で保てってことちゃう。え、どういうことやまたこれ操作が分からへん地獄や。せっかくええとこやねんからこんなんでつまらさんといてほしいねんけど、このゲーム。もっとグッと傾けるってこと。なんやねん。どういうことやねん。なんだこれは。なんだこれは。グッと傾ける。いや、なんやねん。うまいこと言ってんねん。はぁ、舐め腐ってんな。説明が見つかりました。アレクサ、ストップ。アレクサ、ストップ。アレクサが暴発しました。あ、何回も。何回もか。バカがほんま。はい、体が覚えてたってこいつ何してたんやん。こそ泥。Origami Killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Myers is. そうだけど大丈夫か。燃やしとったけどな、さっきな。デスクや、とりあえずデスクや絶対。おい、デスクや、デスクや言うてんね。どこ行くね。He used to be a cop.どこ行くねんて。せんとな。ちょっと見えへんねんて。That's where the smell of burning comes from. Evidence going up in smoke. やばいかもしらんな。バッドエンディング的ななるんちゃうこれ。A cop's uniform. Always dressed a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop.そんな見つけちゃった。いかにもやな。絶対これシェルビー帰ってきてもみ合いになるよね。帰ってこえへんかも、出て行ったから。ここで証拠があるんではないか。Shit, needs a password. パスワードジョンでしょ。そんな短くない。
そんなにしかないか。ランマックス、ね、2人だけが知っている。マックス、the name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's got to be where Sean Mars is. Hurry. There's no time to lose.Where he cultivated the orchids that he left on the chest of his victims. Oh, まだ生きてる。他にできることはないか。じゃあ行こう。ああ、やっぱり帰ってきたね。So you found my little secret. It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand.There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. これはやばい。これはやばい。やばい。これはやばいぞ。それ開くわけがないよね。やばっす。ゲームやからってこれな、 FBI も死んだしな、普通にこれ死ぬとかありえそうで怖いな。どっか行かれへんか。全部カチカチか。燃えてんのこれ、まさか。やばい、殺される。まさかの出れる、まさかの出れる。やばいけど、やばいけど出れる。結構押しづらいボタンやったけど出れた。そこにまたスコットいたりして、そりゃない。火燃えとるで、燃えとるで。これいけんのこれ。行く、レディー、話したねんな。レッツゴーベビー。あ、そんなん聞いてへん、聞いてへん。死んだ。これ最悪や。マジその死んだ。一回戻ろう。最悪や、マジそのな。今焦ってる。本気でやらんと死ぬからな。どっ、あ、そう、あ、出よう。よかった。あ、死ぬ。マジか。でもしないで、死ぬのはあかん。なんやねん。ちょっと死んだくないんですけど。どこに行ったいか分かれへんね。やばそうやな。
死ぬかこれ、これ死ぬな。ドアがどこ、出口どこ、こっからやったらいける、高すぎひん。 It's way too high. I'll kill myself if I jump. まだ高いやん。そうそう、一緒やもんな、一緒やもんな、高さ。え、そうすんないねえ、それしたら何が起きるの、何が起きるの、何が起きるの。まだ一気に行くやつ、レッツゴーベイビーするやつ、ちょっと行くで、次こそ失敗しない、レッツゴーベイビー。どっちだっけ、こっちか。あかんやん、こっちや、どこ行くねん、どこ行くねん、こっちや、こっち、ほんなら入った、で、ここはどこですか。ちょっと待って、なんか使えるもんある。何すんのこれ。え、それあかんやろ、それあかんやろ。あ、よかった、正解やった、あれ。お、生きてる、マジ。そのよかった、殺さんで済んだ。警察に。ジェイデンや、ジェイデン。ジェイデン生きててほしい。そう、ジェイデン。ただジェイデンは死んでる可能性が高い。生きててほしい。見えへん、見えへん、見えへん。え、見えへん、出ないか、死んでるか、ジェイデン。やばい、やばい、どうしよう。ジェイデンと一緒にクリアしたかった。お、ついにショーンがここに登場した。なんかわからないトロフィーを、もうそんなものはどうでもいい。絶対あかんやつよね、大丈夫かな、素人ばっかりで。探す感じ、そこかな、そこかな、ちゃうかな、ここは違う。Sean, hang on. I'll get you out. 出せんのか今。What are you doing here? You're supposed to be dead!理解を示して。I know what you went through, Scott. You lost your twin brother. He was the only one who understood you. The only one you could talk to. John and I were like one person. When he died, it was like a part of me died with him. ちょっと落ち
You've killed all these people, Scott. And for what? Nothing. Just to ease your pain. It has to stop now. It won't make your pain go away. You don't understand. Out there is a father who loves his son enough to sacrifice himself. I'll find it. Whatever it is. 見つけたら何なの？どういうこと？ You can't let the kid die, Scott. He's not responsible for what happened to you. Only his father. For years, I hoped a father would sacrifice himself to save his son. Every time they failed, it was as if my brother dies again. Eh?Father was an alcoholic. He was just some poor guy who was so messed up with alcohol that he couldn't save his son. You know nothing about what happened. You hear me? Nothing. 下なんか拾えんのかな。一番ええとけ。で頑張れ。レンダーを頑張れ。よいしょ。おお、ちょっとちょっと、そんなここに来て、まだ生きてる、まだ生きてる。できるだろ、できるだろ。この前からあんまりするかやった感じ。助かってくれ。もう死ぬとかそんなない、うん、そんな、ね、後味の悪いエンディングは嫌だ。頑張れ、いける、まだいける、まだいける。よし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 。えらいことになってるけどな。はよ行こうぜ。分かったから。スコットまだその辺で、そう、ほら。ビッチ言われて。おい。いろいろ失敗してるから多分助けは来ないんやな、これ。どういう感じなんやろうな、これ。拳銃持っとるで。終わったんちゃう、これ。いける、まだ。そう、戦うしかない。刺した、銃を奪った。
てないか。刺したやろ。はい。しぶといな。現代遅いの？その危険な方に逃げるんやろうか。蹴落としたらええのに。もうビビってそれどころではないか。どうすんどうすんの。閉じこもって閉じこもって。今やられた。大丈夫か。まだ死んでないか。これはやられるわ。やられますわ。助けない。ちょっとじっと見てたら落ちるやろ。何もしないというのが正解やろ。これ多分別に助けないでいようといたわけではないね。結果助けれなかった。さあ、えらいこっちゃこれ。Announced that they had found Sean Mars alive more than 4 days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer. And news of a happy ending tonight as police commended the courage and tenacity of Madison Page, a reporter covering the Origami Killer story. そらそうや、もう表彰もないでこれ。 Successful resolution of this case. Our main headline today.It is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Unfortunately, the investigation has cost the life of Norman Jaden, the FBI profiler working on the case.Jaden was killed while trying to arrest the Origami Killer in circumstances that remain unclear. A full police investigation is... なんか残念やな、ジェイデンなくしたんが。ちょっとあれでジェイデン死ぬのは初見殺しすぎますよね。それ普通やりますよね。Let's just say a friend of a friend let me jump in line. If you like it, it's ours. 夢に見た。マディソンとショーンとの3人暮らしじゃないか。まあちょっとね、ジェイデンは犠牲になりましたが、それなりに目指したハッピーエンドになった気がする。 Hey, Dad! I think I found my room! Well, what do you think? It's perfect, Ethan. We'll be able to forget what happened. We'll lead a normal life. And one day, it'll all just seem like a bad dreamWe've earned the right to be happy now, Ethan. All three of us. なるほどね。
さてさて。He's being buried in 2 days in some godforsaken hole in the back end of Beyond near Washington. I have to attend as a matter of protocol. Jaden のことかな。I'll pass. Jaden and I didn't see eye to eye on much. No problem. I understand. Hey, sir. I still have his glasses. What should I do with them? Well, we won't be needing them again. Do whatever you want with them. それつこでお前ももうえらい目を打たないね。合わへんか。気を使わんか。それを使う知能がない。私ならこれ絶対かけますね。絶対かける一回は。なんなんやろうっていう。似合わへんな。男性陣はどんな気分なんでしょうね。自分のことを助けてくれてると思ってた人が実は憎き敵やった。Were you thinking about that when you held me in your arms? この人一番被害者な気がしますけどね。Nothing can justify it anyway.I feel nothing but contempt for you. そらそうや。Nothing but contempt. ちょっと育ち悪いとこ出たね、今。まあでも、それだけのことをしたね、シェルビー。なるほど、そんな感じですか。あ、まあ殺すシーンもね、殺してたらあんな感じだよな。いやーどう、まあ、ありましたねこれも。多分いろいろマルチなエンディングやと思うんですけどね。どうなんですかね今回の。でも初見でやったらまあ大体こんな感じちゃいますかね。多分いろんな情報を入れてね、攻略をしっかりその頭入れてからやれば、そのすごい面白いエンディングとかも見れたんでしょうけどね。いや、まあまあ、でもこんな感じですよね。それなりにハッピーな、まあ、エンディングだったんで、まあ、ちょっとね、途中いろいろ悲しいことありましたけどね。まあ、その悲しみを乗り越えてのこのね、きっとその雨が晴れるだろうというね、雨が上がりましたね、ちゃんとね。いやよかったよかった。こういう何ですかね、これはアドベンチャーゲームと言えばいいんでしょうかね。この手のゲームはあんまりやらないんですけどね。ムービーを見るようなやつですよね。まあまあでも面白かったですね。
まあ、言うてゲームなんで、ね、それこのシーンもありましたね。言うてゲームなんで現実離れした設定もね結構いっぱいあったんですけど、まあでもなんかそれなりにその大人向けというかね、そういう設定で作られてる話だったんでね、多分これを中学生高校生がやっても全然面白くないでしょうね、うん、ある程度年齢いった、まあ、20代以上の方で、うん、あれば、まあ、楽しめるようになシナリオになってるのかなと思いますね。そのね、そのゲームをやってる層がね、どんどん年齢層、高い年齢層までね、今カバーしてるんで、こういうまあ大人向けのゲームがね、たくさん出てくれると嬉しいですよね。いやー、結構、なんだかんだ収録期間空いたりして結構時間かかりましたけど、まあ何回、9回か10回ぐらいで終わりましたかね、これ。うん、まあだからその9回か10回で終わったってことは、まあ10時間ぐらいで一周できてるってことですよね。うん、まあ一周すんのにね、その何十時間、100時間とかで、ね、かかる、まあ、ね、RPG だとね、そのドラクエとかでもまあ初見でのんびりやったら30時間とか多分かかるでしょう。がっつりやり込んだら50時間、60時間とかね、下手したら100時間とかいくでしょうしね、もう。今やってるモンハンとかだとすでにもう100時間とか超えてますしね、ちょっと寝落ちしてとかいう時間も含んでますけど、でもまあ普通に軽く100時間とかいくんで、まあ、そういうゲームはね、なかなか大人になるとやる時間ないんでね、うん、結構忙しい人でもね、ちょっと隙間の時間で楽しめる感じ、ちょっと長い映画見る感じですよね、うん、なるほどね。そうかそうか、まあこういうゲームもあるんですね。でまああとね、これと同じで3本ぐらい確かセットでセールになってるのを確かあったんで、あと何だったかな、Life is Strange とかいう、なんか事前に少しだけ知った情報だと、なんかタイムリープものみたいならしいですね。なんかいろいろ高校生身の回りに起きるいろんな不幸なことを、そのタイムリープ、同じ時間を繰り返すことでなんか回避していこうみたいな、そういうゲームと、あとはなんか何やったかな、名前は出てこないですけど、こうヘビーレインと同じようなシリーズで、なんか幽霊みたいなのとなんか会話ができる女の子みたいな、ちょっと全然覚えてないですけど、なんかそんなようなやつがあるので、まあそれね、まあちょっとやっていけたらなとは思いますが、ちょっとね、その2本やるのはまたしばらく先のことになりますかね。このね、あれですよね、映画とかもそうなんですけど、終わった後のクレジット的なもの、これ皆さん見ます？まあ一応ね、まあ何ですか、これの最後の最後のとこに、その制作者がなんかちょっとしたね、映像入れたりしとることあるでしょう。だからあれがあるんで、私は一応最後まで見るようにしてますけどね。昔はなんか作った人への礼儀というかね、そのためにマナーとしてこれやって見ないといけないみたいな思ってたんですけどね、もうね、年いってくるとそれはなくなったんですよ。別に本編終わったところで、お疲れさんでしたって感じですよね。うん、ちょっと余韻に、映画館とか見に行ってね、余韻に浸ってる時は、まあちょっとその余韻に浸りながらね、音楽聴いてこのクレジット見てることでいろんなこと思い返すっていうね、そのために見る時間としてはいいんですけどね、家で映画見た時にね、ふーってなった時に、その後クレジット全部見るかっていうと、まあ見ないですよね。バーっと早送りして最後何もないか確認して終わりですよね。そんでいいと思うんですけどね、そのたまにいるじゃないですか、もう絶対これきちんとその見ないといけないみたいな言う人ね。まあ、それはそれでね、まあその人の見方やとは思いますけど、別に人に押し付けるもんではないので、別に私はクレジットはまあついてるもんなんでね、まあ見たかったら見てもいいかなというようなもんですよね、というふうに最近は感じております。なかなかクレジット長いな。結構いろんな人絡んでるんですね。そうですね、昔だったらね、そのゲームを制作するのにどんだけの人数が関わったかって話ですけども、何百人ね、千人近い人が関わってるんですね、こうやって、うん、いやー
なかなか長いからもう喋ることもなくなってきましたけどね。このヘビーレイン、その英語だとレインが結構激しいのはヘビー、重たいっていう形容詞で表現しますよね。そんな感じがなんか日本語のニュアンスとちょっと違いますよね。重たい雨っていう感じじゃないし、日本だとどうでしょうかね、激しい雨っていう感じになりますかね。その辺の英語とね、その日本語のちょっとニュアンスの違いみたいなものもね、タイトルで感じ取ったりしつつね、はい、そんな感じですね。いやというわけで、ヘビーレイン、心のきしむ時、いつかきっと雨は上がると信じてやってきました。まあそれなりの雨の上がり方をしてくれたかなと思っておりますが、まあそうですね、これでまあ一応多分エンディングを見れたということではあるんですが、他にもね、いろんなマルチなエンディングがあると思うんですが、ちょっとね、まあ、今回は一周分楽しもうということだったので、そのマルチなエンディング全てを見るというところまではここではやらないです。今回で一応ヘビーレインのシリーズは終わりにしたいと思います。多分あのジェイデンをあそこであの AR のね、そのサングラスビタリンさせないでさっさとやめておけば、あのマディソンがジェイデンに連絡した時に連絡がついて、多分駆けつけてくれたでしょうね。そして一緒にっていうことでできたでしょうし、多分あのイーサンですか、イーサンも最初失敗しないで、だから今回最初失敗したのと、人殺せなかったと、最後自分で薬飲めなかった、3回失敗してるんですよね。だからそれで全然居場所分からなかったけど、まあ、最初失敗しないで、で、人殺すと。で、最後だけ薬飲まないみたいにしておけば、多分たどり着いたんじゃないですかね。っていうようなことをいろいろね、今となっては悔やまれる部分がたくさんありますけど、そんな初見ですもんね。人生は初見ですからね、皆さん。そんな、失礼、もう一回そのじゃあ、ね、攻略見直してチャレンジなんてできないんですよ、人生は。だからまあ私は別にこれで全く後悔はないですよ。人生はね、初見攻略ですからね。はい、というわけでヘビーレイン、心のきしむ時、結構楽しませていただきました。はい、皆さんどうだったでしょうか、ね、それではまあとりあえずね、まあ、ちょっと拙い垂れ流しの実況にはなりましたが、ヘビーレイン、ここまでにしたいと思います。はい、それではまたね、次のシリーズ何かあれば上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではさようなら。またお会いしましょう。Narcissette, what do you know the more?